こなねっちは、さなえだよ。どこにでもいる普通の中学生だよ。今日は公立高校の過去問をやろうと思ったんだけど、最後の方にわからない問題があるよ。困ったな。さなえちゃん、こんにちは。あ、りっかちゃん。りっかちゃんは、ご近所の幼馴染のお姉ちゃんだよ。さなえちゃん、お勉強してたの？でも実はわからないところがあるんだ。よかったら教えてくれないかな。いいよ、ゆっくり教えるよ。やった、お姉ちゃん大好き。みんなもゆっくり聞いていってね。どれどれ、まずは大問5のカッコ1番の丸1番だね。点 P がどんどん点 O に近づく問題だね。つまり OP 間の距離は時間の経過とともに小さくなるよ。最初20センチあった距離がどんどん小さくなるんだね。そうそう、 P は1秒で3センチ進むから、 OP 間の距離は毎秒3センチずつ小さくなるよ。時間が X、 OP 間の距離が Y だから、これを式にするとどうなるかな。わかったかな。正解だよ。これは1次関数の問題だったね。あ、ほんとだ。 Y イコール AX たす B の形になってる。よくあるろうそくがだんだん短くなる問題と同じだね。なるほど。そしたら丸2番に行くよ。レッツゴー。今度は点 O と重なった後の話だね。今度は点 P が点 O からどんどん離れていくよ。距離が大きくなっていくんだね。そうだよ、毎秒3センチずつ大きくなるよ。これも1次関数だよね。3ずつ大きくなるなら答えは Y イコール 3X でいいのかな。惜しい。それだと P が O と重なった状態からスタートした式になっちゃうよ。 P は O より何センチ手前からスタートするのかな。20センチかな。そうだね、だから20センチ差し引く必要があるよ。そっか、マイナス20からスタートすると考えると。できた。やったね、さなえちゃん。ついでにいくつかある別解の一つも紹介しておくよ。丸1の式の Y に0を代入して、距離が0の時間、つまり P と O が重なる時間を出す。計算すると3分の20秒後かな。そうそう、だから時間 X から3分の20秒を差し引く式を立てるよ。展開すると同じ式になるよ。これでもできた。いい感じだね。そしたら丸3番だよ。これはどう解くのかな。まず P の動きをイメージしてみよう。 P はだんだん円に近づいて、円周の右端と重なって円の内部を通って円周の左端に到達するよね。今回求めたいのは P が周長もしくは内部にある時の時間だから、P が円周の左端に到達した時間が何秒後か、そして P が円周の右端に重なった時間は何秒後か、それが分かればいいんだよ。そっか、左端に到達した時間から右端に重なった時間を引き算するだけだ。そういうことだよ。じゃあ左端に到達する時間と右端に重なる時間はどう求めればいいのかな。いずれも P が円周上にある時の話だよね。円の半径は10センチだから、 P が円周上にある時、 OP 間の距離はどうなるかな。そっか、円周と重なるってことは半径と OP 間の距離、つまり Y が一致するってことだから、 Y が10になる時を考えればいいんだね。そういうことだよ。さっき求めた2つの式が利用できるね。さっきの2つの式のそれぞれの Y に半径10を代入すればいいんだね。そうそう、あとは方程式の計算をするだけだよ。3分の10と10になったよ。いいね。つまり P は出発してから3分の10秒後と10秒後に2回右と左で円周と重なるってことだよ。この間は何秒か引き算すると。できた。正解だよ。順調だね。結構簡単だったな。じゃあカッコ2番に行くよ。今度は円の半径が小さくなっていくんだね。これは難しそう。考え方の基本はさっきと一緒だよ。 P は2回円の右端と左端で円周と重なるから、その時間を求めるよ。つまり OP の距離 Y が円の半径と一致するのは何秒後か考えるよ。だけど今回は半径が10で固定じゃないんだよね。
まずは一定のペースでだんだん小さくなる円の半径を式で表す必要があるね。だんだん小さくなる。そっか、これも一次関数だね。そうそう、半径は最初10センチで、毎秒1センチのペースで小さくなるよ。それじゃあ、マイナス x たす10でいいのかな？そういうことだよ。これと y が等しくなるから。こういう方程式が立つよ。そっか、一致するってことはイコールで結べるってことだね。うーん、ちなみに式が2つ立つのも重要だよ。P が O に近づいて円の右端で重なるときと、O を通過して離れて、円の左端で重なるときの式だよね。そういうことだよ。計算すると、5秒ごと2分の15秒後だね。うーん、この差が円周上もしくは円の内部に P があるときの時間だよ。引き算して、やった！できた！すごいね、さなえちゃん。完璧だよ。パッと見、難しそうに見えたけど、そうでもなかったよ。そうしたら大門6に行くよ。これはガチで難しそうだよ。100点を取らせないための問題だよ、きっと。確かにある程度難易度は高いけど、ある程度上位の高校を狙うならやっておかないとね。そうだよね、りっかちゃんと同じ高校に行きたいから頑張るよ。頑張ったね。それでもカッコ1は簡単かな。これはできるよ。円の接線になってるのは AB と BC だね。うんうん、大丈夫だね。次に三角形の合同の証明だよ。すげえ。三角形 CDC と三角形 CDH は直角三角形になってるよね。なってるね。つまり直角三角形の合同条件を満たせばいいんだよ。斜辺と他の一辺が等しい、斜辺と一つの鋭角が等しいってやつだね。そうそう、斜辺は辺 CD が共通だからいいよね。そうだね。だから他の一辺か鋭角の等しいところが見つかれば証明できるよ。見つからないよ。ちょっと遠回りするようだけど、 F から O に線を引くと三角形 FOC と三角形 FOD が見えてくるよね。うん、実はこの2つの三角形は直角三角形で合同になっているよ。そうなの？接線と半径は垂直をなすから各 FCO と各 FDO は直角だよね。そして斜辺である辺 FO は共通だよね。辺の半径はどこも等しいから辺 OC イコール辺 OD だよ。おお、直角三角形の斜辺と他の一辺が等しくなってるね。そして合同な図形の対応する辺の長さは等しいから辺 FC イコール辺 FD になるよね。そうだね。 CD を線で結ぶと三角形 FCD が生まれるんだけど、辺 FC イコール辺 FD だからこの三角形は二等辺三角形だよね。うんうん、だから底角が等しくなるよ。角 FCD と角 FDC だね。次に平行線の錯角は等しいから角 FCD と角 HDC が等しいよね。そっか、辺 CB は NO の接線だから半径である OC と垂直だし、直線 HD は仮定より辺 OC に垂直だから辺 OC に垂直な線同士ってことで HD と CB は平行になるのか。角 FCD と角 HDC が等しくて角 FCD と角 FDC が等しいから、つまりそっか、角 HDC と角 FDC が等しいんだね。そうそう、角 FDC は角 GDC と同じだから直角三角形の合同条件を満たすよね。斜辺と一つの鋭角が等しくなるね。そういうことだよ。これをまとめれば証明完了だよ。よし書くぞ。さなえちゃんが証明を書いてる間に独り言を言いな。教育委員会が公表してる模範解答では FC イコール FD のところがかなり簡略化されてるね。辺外の点から引いた2本の接線の長さは等しいっていう性質は確かにあるけど、中学の教科書に載ってたかな。載ってないなら接線よりで済ませていいのかなと思った。ただめんどくさいからまあいっかとも思うよ。実はこの性質次の問題でも使うんだけど、教育委員会の模範解答が証明なしでさらっと使ってるから次は私も証明なしで使おうと思うよ。できた。やったね。それじゃカッコ3に行くよ。
頑張るぞい。点外の点から引いた2本の接線の長さは等しい、を使うよ。使うわよ。CF の長さを A、AE の長さを B とするよ。そうする。そうしたら円外の点から引いた2本の接線だから、CF イコール DF、AE イコール DE になるよね。おお、なるなる。そうしたら直角三角形 BFE の斜辺が A たす B と表せるよね。うんうん。そうしたら三平方の定理を使うよ。BE イコール8、BF イコール6だから計算すると、A たす B は10になるね。うーん。そして正方形を ABC の一辺は AB たす BC を2で割ればいいよね。AB たす BC は D たす8たす6たす A だから、24で、これを2で割ると、答えは12だね。大正解だよ。いいね。それじゃ最後の問題に行くよ。止まらないわよ。ゴーゴー。まず、A と B のそれぞれの値を求めるよ。6たす A イコール12、8たす B イコール12だから。A が6で B が4だね。そうそう。次に相似の考え方を使うよ。A 対 B イコール6対4イコール3対2だよね。直線 HD と AB の交点を I とすると、BI 対 IE も3対2になるよ。そうなるよね。3たす2イコール5だから、つまり BI の長さは8センチの5分の3になるよね。うん。そして1辺は12センチだから、引き算すると OH の長さが出るよ。出たずら。同じように考えると、D から辺 CB に引いた垂線と辺 CB との交点を J として、FJ 対 JB が3対2となるから、JB は6センチの5分の2になるよね。これを12から引けば HD の長さも出るよね。出たずら、未来ずら。あとは三角形だから、底辺×高さ丸にすればいいよ。計算がめんどくさいずら。うん、あんまりキリのいい答えにはならないね。でも、できたずら、すごい半端な数ずら。さなえちゃん、花丸だよ。それで正解だよ。やったずら。最初できなかったけど、りっかちゃんと一緒にやったら結構できたずら。りっかちゃん、ありがとう。自信がついたよ。力になれたなら、私も嬉しいよ。そうだ、りっかちゃん、お礼にさなえの体を無理言ってしていいよ。え？ほら、いいよ。腰に手を回して、抱きしめて。うん。無理言う。うん、りっかちゃん気持ちいい。うん、柔らかくて、いい匂いがして気持ちいいよ。嬉しいよ、お姉ちゃん。うん。ずっとこうしていたいけど、そろそろ帰らなきゃね。それじゃあ、皆さん、またね。バイバイ。うん、バイバイだよ。